皆さんおはようございます。エペボーチャンネルです。本日は9月9日日曜日、明日からのね新たな1週間に向けて本日は音楽三昧のゆったりとした1日を過ごしてまいりましょう。さて本日のね冒頭ですけれども、バギーさんからのね新規初投稿誠にありがとうございます。ワンコンのねスイッチャーを中心に、ペダルトレイン風のね、ボードの上に乗っかったね、スイッチャー制御のねボードでございます。でね今回注目ポイント2つありまして、1つはねこのワンスポットですね、 AC アダプターなんですが、なんと 1700mAh のね、出力を誇るということで、この変換アダプターケーブル5台とかね8台用ありますけども、これを使えばですねユニバーサル仕様なので、もうあんまり考えることなくね、もう繋ぐだけで、5台8台のねエフェクターを制御できる、電源供給できるっていう優れもんですね。さらにね、横幅のスペースもねかなり、小スペース化で設計されているので、これもね電源タップに、AC アダプターつけた時にねお互いが干渉してデッドスペースが生まれるケースがあるんですけど、そういうのもね解消してくれるので、これはね、ちょっとかつてのねフェボーの投稿を見てもね結構あの投稿があるんですよね。なのでこれからねちょっと注目していきたいなと思いますし、皆様方もねお店でね 見かけましたらぜひともね大きさとかチェックしていただきたいなというふうに思います。それからもう一つですね、ウェイヒュージのねこの真ん中にあります LED が光ってるね、ポークローインというね歪みなんですけども、こちらねちょっと注目したいのがですね、ケンタウルス系のねこうオーバードライブというとねクリーンサウンドと歪みがこう合わさった独自の音っていう、ことなんですけども、このポークローインはね自分でそのミックス具合とかねトーンとかね、かなり詳細な自分だけのね音作りができるということで、これはあの動画とかでもねいっぱいありますけども、ぜひ皆様方ねチェックしていただいた上でですね、お店で見かけましたら試奏していただきたいなというふうに思います。これはねなかなか、自分だけのねサウンド作りたいという方はですねこれいいかもしれないですね。ロングセラーのね、歪みになっておりますので、ぜひともお店でチェックしていただきたいと思います。それではね、バギーさん、エフェボーのニューステッカーお送りしましたので、届きましたらねまたね、ボードが変化していましたら投稿いただきたいというふうに思います。それでは本日も、エフェボーの方お楽しみいただきたいと思います。ありがとうございました。